シーズン4連勝中、そして昨日のあの試合、流れを止めるためにも立ち上がり、はい、しっかりと投げなきゃいけないということですね。まあ、それと前回も途中7回ですか、はい、8回で終わってますから、今日はもう完投するつもりで行ってほしいですよね。はい、はい、さあそして今、今日の始球式の岡田圭司さんが紹介されています。福岡県出身です。19歳ということで、長崎県創成館高等学校時代には野球部でキャッチャーを務めていたということですね。さあどんな始球式を見せてくれるんでしょうか。久しぶりにもしかしたら投球を持ったのかもしれません。おお早い。おお、なるほどね。さすが高校球児ですね。ちょっとスピードが出ませんでしたけど、まあ130キロいくかいかないぐらいでしょうね。そうですね。120は出てると思うんですけど。はい。さすがですね。ね、本格的に野球をやってたということがありまして、見事なね、球速のボールを投げ込みました。